あ、あった。見えた。はい、そんなわけで工場田坊に来ております。お墓はそうだけど、何か出るって話あんの？あのね、ここはここもそういうスポットにはなってる。うん、ここにこの鉄球軍の方々のスポットが、この辺がみんなそうだよね。そうそう、駒犬が犬です。発光弁慶の駒犬と呼ばれてますね。あ、本当だ、慰霊碑が書いてある、あるわ。慰霊堂、ここで多分やってたんだ。私たち、これが慰霊堂ですね。なかなか圧巻。ああ、遭難された方々のお名前とともに像が飾られていますね。こちらが雪中投資軍人7回記念検討の道路ですね。観世音菩薩と、あ、雪中行軍遭難者英霊御来塔という塔がありますね。ちょっと逆光にあって見えづらいかもしれないですけど、八甲田雪中行軍遭難英霊御来塔と、まあ、書かれております。ああ、ここにもなんか火が遭難軍人墓地と書かれてますね。歩兵第5連隊顕彰碑がここにありますね。歩兵第5連隊が雪中行軍して亡くなられた方々のはずなので、その方々の顕彰碑ですね。ここが、山口調査以下士官10名の方の墓標ですね。真ん中が山口翔さんのお墓ですね。ここは生存された方11名の合同墓碑という形で、11名の方々のお名前が書かれてますね。青森県指定文化財工場田陸軍墓地と書いてありますね。雪中行軍のため亡くなられた方を慰霊するためのものですね。
総茶屋の方に近づいていきます。足元防水じゃなかったら悲惨なことになる。記念像がそっちか。危ねえよ、溝あるから。これは遭難するよなって言っても、ここの段階ではまだ普通の雪山だけど、吹雪いてたからね。銅像まであと 100m、 100m ってまあまああるな。
あ、あった。見えた。から来た。あそこからここまで、まあ興奮してきたら、吹雪だってこと考えたらね、普通の雪山でも遭難するもん、俺らだと。訓練するのに一番広い時期じゃないと意味ないっていうのはあるけど、にしてもすげえ。新種になってるこのトイレが結構出ると噂の高田さんのトイレです。今雪で木が入らないように板を打ち付けられて、冬季使用休止なのか、もうずっと使用休止なのか分かんないけど使用休止になっております。